おはようございます。香川一泊二日の旅、二日目。まだ朝7時半ぐらいでしょうか。久々にね、こう、ふかっとしたベッドで寝て、お家がね、マットレスなんで、ちょっともうぐっすり、二度寝とかもしたいところではありますが、やっぱうどんをね、美味しいうどん食べに行きたいんで、起きたいと思います。よし、ホテルをチェックアウトいたしまして、早速、うどんを3杯目のうどん、朝ごはん食べに行きたいと思います。やっぱね、久々お酒飲んで顔がむくんでますね。 よし、食べに行こう。美味しかった。朝から釜バター決めてしまいましたね。いやー、うま いやー、お腹もいっぱいになったんで、今日の目的地に向けて出発したいと思います。行きましょう。いや、うまいなー。釜バターは罪深いわー。やってまいりました、高松港港ですね。こっから船に乗ってですね、私、鬼ヶ島があるということで、鬼ヶ島に向かいたいと思います。そこに島がある、そこに船が出ていると聞けばね、乗らずにはいられないのが私なんで、今日は船で旅をしていきたいと思います。ゾーンと高松シンボルタワー、プロレスファンの方はプロレスの会場として馴染みが深いんじゃないでしょうか。試合したことないですね、高松シンボルタワーは。いつかまた試合で来れることを祈っております。こちら切符売り場があるので、先に切符買っといた方がいいですかね。こっちのフェリー乗り場ではなく、向こうの高速船乗り場のようです。高速船で海を渡って向かうは鬼ヶ島と言われる女木島というところに行こうと思います。ここですね。まずは切符を買いましょう。ちょっと晴れてきた。いやー、今回の旅は天候に恵まれていて嬉しいです。まもなく鬼ヶ島に出港。さあ、いよいよフェリー乗船して女木島に行きたいと思います。出てきたし、いやー、いい景色だ。やはり船の旅はワクワクしますね。
間行きのフェリーに乗船しました。いや、ありがたいことに太陽も覗いてきてですね、顔を。最高の天気の中、鬼ヶ島に向かいたいと思います。到着しました。上陸。ここからね、鬼がいるという洞窟に向けてバスが出てるそうなので、バス乗って洞窟に向かいたいと思います。このバスに乗って鬼ヶ島大洞窟へ向かいます。果たしてどんな鬼が待っているのでしょうか。という洞窟に向けて行きたいと思います。草むらの奥にも巨大な鬼が、さらにこんなところに鬼がいます。これは間違いなく鬼ヶ島ですね。ここはすごい絶景。
はい、涼しい。洞窟内、洞窟内涼しいですよ、かなり。かなり涼しいです。インデペンデントウォーカー初の洞窟探検です。鬼大将、鬼大将ですよ、これが。あの入場曲が頭を一瞬流れましたけど、その鬼将軍はいなかったですね。お、出口、早くも出口です。あ、外は暑そうだな。洞窟の中涼しかったからすごい。さあ、鬼ヶ島探検いかがだったでしょうか。いや、鬼いましたね。いや、なんとか襲われずに済みましたが、メキ島、いや、天気がいいおかげでこんな素晴らしい景色が見えてます。もうちょっとゆっくりしたいところですが、1本フェリーを逃すと1時間ないんで、これ今日帰るんでね、ちょっと時間をロスできないので、ちょっと名残惜しいですが、バスに乗ってまたすぐフェリー乗り場に戻りたいと思います。急げ急げ、もう出発や。さあ、間もなく高松港行きのフェリーが到着して、もう乗船と
いうわずか1時間ぐらいの滞在でしたけども、女木島、この山の緑と海の青さがもう時間とかね短くても一瞬でもここに来れたことで幸せです。私は。お、フェリーが見えてきた。あと5分ほどでも出港なんですけど、名残惜しいですが、フライトまでと時間と移動時間もあるんでね、またお昼ご飯もまた食べたいので、急ぎ足でありますが高松に戻りたいと思います。朝ね、おね、うどんを食べて、いやこれちょっとやっぱお腹いっぱいだな、昨日も食べたしと思ったんですが、しっかりお腹が空いてきました。まずはがっちり食べれる B 級グルメがあるお店に行きたいと思います。まあ、車駐車場止めてるんで、まあ歩いていきますか。結構中心高松駅の方まで歩けそうなんで、散策がてらもうちょっとお腹も空かせたいかな、なんで歩いて向かいたいと思います。このタンパク質規格外竹内食堂、ここで高松の B 級グルメソウルフードとネットでは結構書かれていた高タンパクフードを食べたいと思います。柏バター丼うまかった。いや罪悪感はないですけど罪深いですよね。鶏肉をバターで炒めるという、いや僕12時になる直前ぐらいに入ったんですけど、12時になった瞬間も一気に満卓、どんどんお客さんが入ってきて、隣の人がねオムライスに柏バタートッピングでっていうのを頼んでたんです。めちゃくちゃうまそうだったな。そしてあと焼肉丼っていうのもあって、それも結構頼んでる人多かったですね。いやー美味しかった。もう一個ぐらいなんか香川の美味しいものを食べたいなと思うんで、ちょっと探してみましょう。ごちそうさまでした。竹内食堂、車に戻ってきました。うどんを3杯食べて、柏バター丼なるソウルフードも食べて、さらに動画では紹介してないですけど、先ほどちょっとスターバックスで体を休めていたんですけど、スタバ今47都道府県別のフラペチーノ出してて、香川県のフラペチーノを食べてしまいました。さあ最後この B 級グルメで締めようかなと思うのを見つけたので、そちらに向かって車を走らせたいと思います。30分40分ぐらいかかるみたいなんで、のんびりドライブしていきたいと思います。それではいざ
出発でございます。行ってきます。高松港からひたすらまっすぐでした。一回も右左折せずまっすぐ空港方面だったんですけど、空港を過ぎて山道だいぶ入ってきましたね。温泉なんかもあるスペース、ここに僕が求めている B 級グルメがあるそうなので、 Google 曰く探してみましょうか。ちょっと降りてみます。またここも海沿いとは違って山、いい雰囲気の温泉街、塩江温泉郷というエリアに来ております。ちょっとあそこから僕の食べたいご飯が売ってるの、あそこかな、やってるのかな、行ってみましょうか。はい、私が求めていた元祖かっしゃ焼き、看板はあるんですけど、どこなんだろう、お休みかな、もしかして。なんかどれがそうなのかわかんないですけど、とりあえず全部閉まってますねとりあえず全部閉まってるんで、まさかのお休みですか今日は。ここはお蕎麦屋さん、どうやらかっしゃ焼き食べれないみたいですね私ここまで来たんだけどな、お休み？なんかきっとお休みだと思うな。どうやらかっしゃ焼きはないそうなので、この塩江温泉の景色をご堪能ください。一応こう道の駅的なものがあるんで、ここでなんか美味しいものでも食べようかな、なんかあるかな。旅の終わりにふさわしい土砂降り、もう自分の車までたどり着けないかなと思ったんですが、道の駅の人に傘を借りてなんとか車までたどり着きました。いやーびっくりした。もう空港に向かう時間になってしまったので、雨の中空港に向かいたいと思います。いやー道の駅の人ありがとう、助かった。先ほどまでのバケツをひっくり返した土砂降りが嘘のように香川高松空港、太陽が顔を覗かせております。さあ無事にレンタカーも返却して、これから飛行機で成田空港に帰ります。いやーいかがでしたか、一泊二日香川県の旅。自分でも、まあ、今まで自分個人もね旅とかしてますけど、その中でも有数な一泊二日とは思えないボリュームのある旅行、旅に、一人旅になったんじゃないかなと思います。めちゃくちゃ充実しました。四国他の県もですね、まだ行ったことないんで足を運んでみたいなと思います。さあ思わぬ長編とあったインデペンデント僕はこれからもどんどんいろんなところに足を運んで、僕の見た景色を皆さんにお届けしていた、いきたいなと思っておりますので、次回私の一人旅もお楽しみに。それでは今日はこちら高松空港からお別れです。また会いましょう。ごきげんよう。さようなら。